はい、今回ですけども、今回のね、ジアチェンプロの動画は、今日ではないんですけども、明日上がる21位の、動画に、僕が、衣装として着ていく、着るコーデをね、ちょっとね、今から着替えていって、まあ、それをね、最後、全体、ルック紹介して、この動画ね、終わろうかなと思うんでね。はい、まあ、いろいろね、僕がその喋りながら着替えて、まあ、最終的にコーデ紹介みたいな感じでね、ラフにやっていこうかなって思うんでね、まあ、ぜひぜひね、皆さんもね、ラフにゆっくり、ぜひね、最後までご視聴お願いしますと。ということで、はい。でね、まあ、そして、今日ね、コーデ組んでいくにあたって、まあ、サムネタイトルにもある通り、この動画を撮ってんのが3月の13日なんですけど、ホワイトデー、明日だよね、確か。3月14日じゃなかったっけ？ホワイトデーって。確かそうだよね。うん、ちょっと間違ったらごめんなさい。僕もね、そんなスケジュールがね、もう本当に YouTube でずっと忙しくて、もうスケジュールがもう、なんですかね、もうパンパンというかさ、もうそんなん気にしてらんないみたいな感じなんで、ちょっと間違ったらごめんなさい。でも3月14日だったと思います。はい。なんで、多分ね、明日、ホワイトデーをね、返しに行く、方、もいると思うんですよね。うん。バレンタインもらって、ホワイトデーをね、返しに行く。うん。まあ、家に返しに行くなり、公園に待ち合わせして、そこで返すなり、まあ、いろいろあると思うんですけど、その時に着ていく。うん。これを着ていけば、ホワイトデーのものプラス、加点して、このコーデを着ていけば、もう絶対、もう完璧に相手を、もう何、落とせるというか、もう完璧で、完璧だよっていうね。まあ、そのホワイトデーを、渡しに行く時のコーデ紹介みたいな感じでやっていこうかなと思うんで、ぜひ、参考にもね、してみてくださいということで、あとね、着替えながら、僕のね、ホワイトデーの、ま、考え方とか、まあ、ちょっと経験談とかもね、話していこうかなと思うんでね、まあ、ぜひね、聞いてもらえたら嬉しいなって思いますね。はい。ではね、じゃあ早速今から、明日がね、21日の動画に、着る、衣装として着る、コーデにね、着替えていこうかなって思うんでね、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、というね、じゃあ早速ね、ちょっとね、始める前にね、いつもやさせてもらってるんですけども、僕のチャンネルね、1日2本投稿してまして、18時に1本目の動画、21時に2本目の動画で、僕のチャンネルね、メインチャンネル、サブチャンネルって分けてるんじゃなくて、この1本のチャンネルでメインチャンネルに上がるような動画と、サブチャンネルに上がるような動画を、この1本のチャンネルで配信してますと。で、それが18時に上がる1本目の動画が、サブチャンネルに上がるような動画で、21時に上がる動画が、このチャンネルのメイン動画になるんで、ぜひね、この動画をきっかけに僕のことを知ってくれた方もいると思うんで、ぜひね、今日も21のね、メイン動画上がるんで、ぜひね、そちらもご視聴お願いしますということでね、そしてね、毎日2本投稿してるんでね、いろんな動画上げてるんでね、ぜひ、これからね、チャンネル登録していただいて、これからもね、ぜひ、見てほしいなって思います。はい、お願いします。でね、じゃあね、本編、どうぞ。はい、とね、じゃあ早速ね、着替えていきますか。はい、こんな感じでね、ラフに行くんでね、この18の1本の動画は。はい、というね、じゃあまず今回使っていくトップスなんですけども、こちらです。バン。最近買ったね、このサプライヤーのニット。ちょっとね、ゆったりめの紫のニットですね。可愛くない？これ。そう、ちょっとこれをね、着ようかなと思います。で、この T シャツの下に着ます。はい、これはもう、ぶっちゃけもう、インナーはね、もうこれ着てたらもう、何？見えないんで。で、これは別に脱ぐこともないと思うんで、そうそうそう、これ着替えていきたいと思います。これ可愛いよね。後ろこんな感じで。そう。紫ってね、僕ね、新鮮なんですけど、僕からしたら。はい、まあそんな感じで。でね、ホワイトデーですよね、明日。皆さんね、バレンタインもらいました？はい、まあ僕もらったんですけど。まあ僕もね、返そうとは思ってるんですけど、僕のホワイトデーの考え方、ちょっと話していい？あのね、みんなもね、ホワイトデー何あげようかなとかって困ってる人結構多いと思うんですよ。僕ね、ホワイトデーは、とりあえず、ブランド物を渡せって思ってます。これね、聞こえ方悪いかもしんないんですけど、結局そうなんじゃないかなと思って、相手が喜ぶものって。なんか中途半端にさ、なんて言うんだろうな、お菓子、ちょっと高いお菓子をあげたりとか、なんだろうな、ハンドクリーム、まあ、ちょっとそこら辺の、ちょっとだけなんか人気の、ハンドクリーム、まあ3000円とか2000円とか、そんぐらいのハンドクリームを渡すより、ちゃんとした、なんていうの、イヴ・サンローランとか、シャネルとか、ディオールとかで、その、香水とか、まあ、リップクリームとか、まあそういうね、まあ、化粧品まではね、やっぱり付き合ってたら化粧品とかは多分わかると思うんで、そういう人は、化粧品でもいいと思うんですけど、まあ付き合ってない関係とかだったら、そういうね、まあ、香水は香水でも、ハイブランドというか、まあ、ちょっとブランドもののね、香水を上げていった方が、僕は喜ぶんじゃないのかなっていうふうには思ってるんですよ。相手がね。そう、なんかさ、めっちゃ聞こえ方悪いと思うんだけど、結局、やっぱり、そうだと思うし、
あの相手方もね、あの相手がもしねバレンタインでその何、例えばそこら辺で買ってきたお菓子をね友チョコとしてあげてたりとか、そういう感じだったら別にそこまでは やんなくていいと思うんですよ、うん、こっちもそれと同じぐらいのものをあげればいいと思うんですけど、やっぱり向こう手作りのものとかそういうものをくれた時、まあ付き合ってる関係でも、あの普通になんていうんだろう、両思いの関係とかもいろいろそういうのあると思うんですけど、まあ友チョコでもそうですよ、うん、そうだから手作りのものを渡された時はそれ相応のあのものをあげた方がいいと思ってて、やっぱり手作りってめちゃくちゃ時間かかるんですよね。そう、絶対的に。だからこっちは金額っていうのもね、まああれだけど、ちょっと生々しいけど、向こうは時間をかけてくれる。だからこっちはじゃあそれ相応のお金をかけて買ってあげた方がいいなっていうふうに僕は思って、じゃあそれがハイブランドの香水ぐらいとか、あのリップクリームとか、まあそういういろいろあると思うんですけど、そこら辺の金額に時間が比例するんじゃないかなっていうか、そういうふうに僕は思ってるんで、僕は迷ったらとりあえずハイブランドの、まあそういう女の子が喜ぶ化粧品とか、まあそういうのをあげていった方が喜ばれるんじゃないかなって思います。心の底から喜んでくれるんじゃないかなって思うし、やっぱりハイブランドとかのそのものをあげる人って多分少ないと思うんですよ。だからこそそこで目立てば、もうちょっとなんかその後進展があるんじゃないかなみたいな、まあお金で相手を見るわけじゃないけど、なんて言うんだろうな、本当に喜んだ時の感情ってやっぱり忘れないと思うんでね、向こうも。だからなんだかんだ言って嫌な聞こえ方になると思うんだけど、そういうハイブランドのものとかをあげた方が僕はいいって思ってるタイプなんですよ。まあお金がねやっぱり厳しい人もいると思うんですよね、中高生とか、まあ大学生もそうですけど、でもその分ね、もらったなら、その分の時間をかけて作ってもらったものをもらったなら、それを返す。これが鉄則なんじゃないかなって思ってますね。はい。まあどうすか？みんなの意見ちょっと聞かせてほしいんだけど。まあやっぱりそうですよね。まあやっぱり彼女とかに返すなら、やっぱりハイブランドをあげたいっていう気持ちの人もいると思うんですけど、友チョコとか別に彼女じゃない人からもらった時って、ハイブランドを渡すまで、価値があるというか、価値があるのかって思うと思うんですけど、でも、まあその、彼女関係なくそういう風に返してあげた方が、男としてのランクが上がりますよね。まああと嬉しい、喜んでもらえるとは思います。僕はどうですか皆さん、僕のこの考え方というか。で使っていくパンツこちらです。はい、これはザラとメゾンスペシャルのコラボのナイロンパンツですね。はい、このグレーとミディのラインが入ってる、ちょっとスポーティー系のパンツです。はい、で一回これ履いていきたいと思いますね。履きました、こちらです。バンバンというね、じゃあ早速、今からね、全身見せていこうかなと思うんですけど、どうすか僕のこのホワイトデーの考え方。僕もね、まあ経験談として、高校から付き合ってた彼女に、僕ね、まあ彼女からね、もらうわけですよ。バレンタインをね。で、まあそれはね、まあ手作りで作ってくれたものをもらうんですけど、僕は、その時、お返ししたものが、シャネルの、ミラーあるじゃないですか。わかる？多分売ってると思うんだけど、今もで結構人気のアイテムだと思うんだけど、シャネル のミラーがあるんですよね。ロゴがこうについてて、もうその鏡みたいな、ハンド、もう 手のひらサイズぐらい、もうこんぐらいのサイズぐらいの鏡があるんですけど、それを僕は渡したんですよ。でそれ、まあ値段的に言うと6000円ぐらいですよね。6000、7000円ぐらいですよ、うん、でだからちょっと、まあ、ハイブランドの化粧品とかそのぐらい、それぐらいの値段の中だったら、まあちょっと中間ぐらいなお値段だと思うんですよね。だそれぐらいでもいいと思うんですよ。しかもやっぱりその男からしたらどれがいいのかっていうのも分からないじゃないですか。普段使ってないし、その子に会うっていうのも彼女だとしても、ぶっちゃけ僕は化粧品の知識がないから、どれを選べばいいかっていうのも分かんないわけですよね。ブルベとかイエベとか言われても分かんないから、店員さんに聞いたとしてもね。だからそうやって化粧品というか、そういうね、化粧品というか、まあそういうチークとか、まあいろいろあるじゃないですか、ファンデーションとか。まあそれをじゃあ買うなら、じゃあ、誰でも使えるミラーを買おうかなと思って、まあミラーはミラーの中でも、まあちょっとハイブランドのシャネルのやつを買ってあげたっていうのも、僕はありましたね、エピソードで言うと。うん、だからまあそれはめちゃくちゃ喜んでくれますよ。やっぱりね、なんていうんですか、ハイブランドだからって言い方あれだけど、まあ、結構それ、こんなのくれるのみたいな、そういう反応をしてもらいましたね。だからそれも僕からしたら気持ちくて、周りの人は絶対やらないだろうなっていうものをあげてたりとかっていう自負もあるんで、だからそういう面でやっぱり男って他の男と比べたりするじゃないですか。
そういうところでこれをあげれるのが俺だなみたいな、そういう感じで思ったりもしてたんですけど、まあそういう経験もありましたね。あとねシャネルの香水もあげたかな、まあ結構その人とは長く付き合ったんですけど、シャネルの香水とかもあげてましたね。香水というかヘアミストかな、まあ、それもだから8000円とか9000円とかしたんですけど、まあ、そんぐらいホワイトデーには僕かけてましたね。まあ、やっぱりなんだかんだプレゼントとかって足元見てくるんですよ。その足元っていうのは値段とかを見てくるんで、やっぱりどんなに親しい関係とか彼女彼氏でも僕は値段をね見てくるのは絶対間違いないと思うんですよ。そこはどんなにこれ綺麗事言ったらこんなこと言わないけど、僕綺麗事なんてもう気にしないんで、言いたいこと言いたいから言っちゃうんだけど、絶対的に足元見てくれると僕は思ってて、そういうプレゼント系に関しては。だからそういうのも踏まえた上でいいものをしっかりあげた方が僕は喜ばれるかなと思って、まあ、そういうのをあげてましたね僕は、だからみんなもねこの考え、まあ明日ホワイトデーでねもう準備してる方もいると思うんですけども、僕はこういう考えでしたね。だ僕も今回返すのはそういうねハイブランド系の、まあ、その香水とかなんですけど、まあ、そうですね、僕はこういう考えを持ってからそういう風にしてますね。これがね正解ではないですよ。正解ではないし押し付けてるわけじゃなくて、僕個人的な価値観なんでね、これはそれは別に、まあ、賛否両論あるし、多分絶対ねお前そんなお金に物を言わせじゃないけどさ、まあ、そういうのはあったりすると思うんだけど、僕はそういう考えですね。まあぜひみんなのね意見聞かせてくださいよ。僕こんなの用意しましたとかぜひあったら教えてくださいということで、じゃあね最後こうでね全体見せて、終わろうかなって思います。はい、じゃあね、全身こんな感じです。はい、どうでしょうか。こんな感じです、まあ、一周もありますね。はい、こんな感じです。で靴はね紹介しなかったんだけど、これナイキのねダンクツイストのこの紫でちょっとね色合わせるっていう感じかな。はい、まあ、こういうねパンツ、こういうパンツは僕好きなの知ってると思うんですけど、まあ、それにねいろいろね僕合わせたと思うんですけど、このねニットもね合うんじゃないかなと思って、色とかも含めてね水色と紫とかも合うから、だからちょっと合わせてみたんだけど、まあいろいろねカジュアルスポーティーミックスみたいな感じで、まあ、あまりないようなスタイリングだと思うんですけど、まあでも全然可愛いかなって僕は思いますね。こういったスタイリング僕好きなんでね、これからもいろんなのやっていくかなと思いますね。でこういうねコーデでね行ったらねもう目立つし、印象もね多分残ると思うし、何おしゃれってなると思うんで、まあねこういうコーデでこのコーデでねホワイトデーをね返しに行けば、もうカーのなんていうの相手のね印象もねガーンって、ね、上がるんで、ぜひ、皆さんね、このコーデで行ってみてください。でねこのコーデで行ってみてくださいって言ってもね、このアイテム、持ってない人もいると思うんで、今すぐ買いに行ってください。あなたそこのあなた今すぐこのアイテムを買いに行って、明日に備えてください。はい、それが準備っていうことです。はい、ということでね、じゃあそんな感じかな。はい、ということでね、じゃあ、今回ねまあホワイトデーっていうね、まあちょっとね、一個のネタを通して、まあちょっとねいろいろ僕がね話したりとか、まあコール紹介とかもねしてたんですけど、まあそんな感じで、皆さんもねホワイトデーに対する意見とかもねぜひ、聞かせてくださいということで、じゃあね、18年後の動画はこれで終わりたいと思うんでね、今日もね21の動画上がるんでぜひご視聴お願いしますということで、じゃあ今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。